呂布邦戦、己の孤独と最強を知った春。それでも男は武の高みを求め続けた。構え、力をため、振る。呂布邦戦はただ愚直に檄を振り続けた。恋に焦がれる乙女のごとく、まだ見ぬ最強の敵との開口を信じて。そんな日を幾星と重ねたであろうか。ある日、呂布邦戦の方天劇は大気をも両断した。呂布邦戦の人間離れした握力と腕力が劇に凄まじい遠心力を生じさせ、その技は生まれた。誰に向けても使うことなどできぬ、孤独なその技の名は空喰い。